とこなんかワンチャンありそうなんですけどね。どうでしょう、ワンチャン。どうだ、あってもおかしくない。魚が避難していれば。またすごい滝に来ましたね。これ滝ばっかです。する場所は特になく滝ばっかり登ってますね。どっちなんだろうこれ、こっちかこっちか、わかんねえな本線が。なんだ、こっちでいいのかな。結構真ん中を行きましょう。迷った時は真ん中だ。ああちょっとこの上を見てダメなら諦めますか。こうぐーっと行って走って、ちょっと巻くのがめんどくさいんで滝登りをちょっと試してみます。もう濡れてるんで怖いものはないです。あーさっ、あっとは滑んなくていいですね。ただ水圧があって、掴むとこはない。あ、なんとか行くぞ。これ降りるのがめんどくせえな行くのはいいけど降りるのがめんどくせえぞ。あ、こういそういそういねえか。竿を出すのがめんどくせえ。ここは突破できるか。どう行くんだこれ。あー、こう行けるか。こう行けるな。本当に。よいしょ。クライミングになってます。単なる。あー、行けたー。あう、どうだい。おお、なんか滝がある滝かまた。いやすごいですね。滝ばっかです。これはどうだ。なんか行っても釣れなそう。行っても釣れなそう。あ、行けんのはいけそうだな、これ。足場はいいから。ただ、魚がいるかどうかは謎。こんな感じです。
大迫力ですよね。もう上行って景色だけ見てもらって収めますか。いやこれまた降りるのが大変だこれ。よし、滝上の景色だけ見てもらって勘弁してください。今日はまた滝だなんだこれや。たまげる滝を降りてもまた滝。いやこれは多分こっちから行けると思うけど、すごいな滝ばっかで。いやあそこの滝を登らないと許してくれない感じですかね。今の滝でもいいかなと思ったんですけど、とああいうの見ちゃうと行かないと、あ申し訳ないですね。何のために来たんだっていう感じですね。よいしょ、どうだ。滝だけ そんな感じです。結構上がった。はい、これで今日のところは勘弁してもらえますか。この絶景を見てもらって今日のところは、勘弁してください。多分上行ってもいねえだろうな。また滝がある。おい、いや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 、はい、また滝があったんですけど、さすがにこれは登ってもなんかもう釣りになるような感じじゃないんで、ここで下山したいと思います。今日は、ただの沢登りになってしまったんですけど、水量が落ち着いたらまたここの沢に来て、魚がいるか調査してみたいと思います。それではもう下山します。はい、忍法瞬間移動します。今この場所からあそこまで瞬時に移動するんでちょっと待ってくださいね。いきますよ。目標10秒、せーの。北海道なかなか面白いです。
さあ帰りは非常に危ないですよね。気をつけないと。慎重に行かないと帰りは上りより危ないですから。特にあの岩盤っていうか岩盤が危ないですね。こういうとこはいいんですけど、クライミングして登ったような岩盤は下が見えないんで、足のかけるとことか分かんないんで、下りは危険ですね。なおかつ雨で濡れて岩が滑りやすくなってるんで、気をつけないと危ないです。というかこれどうやって来たんだっけ。あれか、ここもちょっと気をつけないとやばいところですね。そこを登ってきたんだ。気をつけないと危ないです。こういうとこですね。下りが怖いのは。ちょっと水の中を、特に水で足場が見えないし、もうワンミス命取りですからね。慎重に。はい、なんとか切り抜けました。行くときは、まだ魚がいるかもっていう気持ちがあるんで、登るのは苦じゃないですけど、帰りはもう帰るだけなんで、もう 苦痛でしかないですよ、帰りは。おお、危ない危ない、崩れました。気が抜けないですね。はい、戻ってきました。で、昼がいます。昼がやっぱりいますね、いっぱい。これですね、昼。はい、チェックしないと昼。なんとか帰ってこれました。多分誰も山にいないんじゃないですかね。はい、それではもう今日は終わりです。魚釣れなくてすみませんでした。お疲れさんです。